ハヒナ、お勉強デミソル、チャンピニャ。今日は日本語の数え方勉強しましょう。例えば、小さいものを数えるとき、よく数を使いますよね。リンゴ一つとか。あと人を数えるときは、人を使います。ここに4人がいるとか。いやー、簡単ですね。でも、魚の数え方には、いろいろありますが。海で泳いでるときは、一匹です。で、釣り上げたときは、一本です。これを、市場で切り分けると、一丁になりますよ。さらに、切り分けたものが、ひところにと言います。難しい。